ニコニコ動画のプレミアム会員なら、動画が50個以上投稿できちまうんだぜ。動画投稿数が年々減ってるニコニコ動画さん。オワコン化してるのはこういうところですよ。YouTube ならより高画質かつ、無料で50個以上アップできるしね。ゆうさん、この度、プレミアム会員になりました。540円。だっけー。そんなわけで今日のアニメはこちら。ルパン三世グッバイ、パートナー、だよ。ルパン、ザ、サード。今作は完全新作の作品で完全新作としては6年ぶりなんだ。だいぶ間が空いちゃいましたねー。その間に TV シリーズだったり、OVA だったり、ルパン三世としてはいろいろやってるんだけど定番の TVSP は6年ぶりだね。ゴエモンと藤子ちゃんと銭形刑事の声優さんは変わってるんですよね。うん、4作前くらいから変わってるね。まだ少し慣れないですねー。で、今回はどんな感じなんですか？ルパン三世の TVSP はここ数年、打作の嵐なんだ。おやおや。前作の空中都市、ジブリがいっぱい。わお。旧声優陣による最後の作品のラストジョブも本当にストーリーが面白くなかった。ここ数年のルパン三世の TVSP はストーリーがひどい。夏子もびっくりですね。そして今作。ドキ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 。ストーリーが本当にひどい。またなのかー。今回のサブタイトルでもあるグッバイパートナー。これはルパン三世にとっての相棒でもある次元大介のことなんだ。グッバイってことは次元死んじゃうんですか？いや、今作の宣伝文句として次元大介がルパンの敵に。ってのが売りなんだ。テレビ放送時も CM の度にテロップで出てた。おお、長年の相棒が敵になる展開なんて燃えるじゃないですか。ちなみに今作は2時間くらいの尺の作品なんだ。そのうち次元が裏切ってた時間。最後の最後まで敵なのかな、ワクワク。約40分。短くないですか？あ、裏切るまでの展開がきちんと描かれてて、ルパンに対して次元が恨みを持つまでのストーリーが前半であって後半で裏切るとかかな。今作の次元さん、最初から敵側。マジかよ。銭形刑事がルパン三世の協力者かもしれないと疑われて捕まっちゃって。銭形刑事が協力者じゃないことを証明するためにルパンはとあるものを盗むんだ。ここら辺のストーリーまでで30分。ほほう。あっさり盗んで別行動してた次元大介と合流。次元大介がいきなり五右衛門を睡眠弾で眠らせて、ルパンの左胸ポケットめがけて銃弾発射。やっべー、死んだ？ちなみにルパンは次元からジッポライターを少し前にもらってるんだ。あれ、もしかしてそれ左胸ポケットにしまってあったら。まあ血も出てないしぶっ倒れた描写だけだから、明らかに死んでない。緊張感のかけらもない敵対シーンだよ。伏線がわかりやすいタイプですね。裏切った次元大介は宝石と共に敵の元へ。そこには一人の少女が。お。少女を見た瞬間に唐突な過去回想。明らかに次元大介と過去に付き合ってた女と別れるシーンが意味深に書かれるんだ。しかも少女の首元には敵が仕掛けた爆弾。いや、そんなのこの女の子のためにルパン裏切ったって展開ですよね。バカでもわかります。これが前半1時間くらいのシーン。この作品の芯となる次元大介がなぜ裏切ったのかというのも、言わなくてもわかるほど単純。しかもルパンは死んでない。全部察したルパンは敵の正体もアジトも突き止めて、敵と少女の前に登場。あ、これ今度はガチでやり合う展開じゃないですか。今度こそきちんと息の根を止めるんだ。さもないと少女を殺すぞ、みたいな。あっさり少女の爆弾解除。次元大介とも仲直り、アゲインパートナー。え、これ尺的に今1時間ぐらいのストーリーですよね。もうサブタイトルの内容じゃなくなったんですか。裏切ってたのは本当に40分ぐらいで、あとはいつもの関係性だし、何がしたいのかわからないよ。グッバイパートナーってタイトルつけるくらいなら、その内容をきちんと掘り下げてほしい。あと1時間どうするんですか？取ってつけたような浅い敵の陰謀を止める。敵は量子コンピューターを人工知能で操って、世界を掌握しようとしてるやつなんだ。人工知能、量子コンピューター。でも、敵さんあっさり人工知能の主導権を奪われちゃう。あれ？今度は暴走した人工知能を止めるために奮闘するんだ。なんか展開がしっちゃかめっちゃかです。でもルパン三世が止めるわけじゃない。終盤はルパンや次元大介やゴエモンはサブキャラ扱いになる。え、いや、これルパン三世ですよね。誘拐されてた少女のピアノと、二
藤子ちゃんのピアノの音、それで動揺した人工知能さんがなんか止まる。終わり。もうなんかわけわかんないですよ。本来は次元大介の裏切り、ルパン三世と敵対するってだけで一本作れるはずなのに、なぜかそこに量子コンピューターだの人工知能だの、アメリカ政府の陰謀だのの要素をてんこ盛りにしちゃってる。次元大介とガチでやり合う展開が見たかったですね。視聴者が求めてた展開はなく、視聴者が予想できる浅いストーリーのみ。しかも演出が悪い。踏んだり蹴ったりですね。ピアノを弾くシーンで指がアップになるんだけど、そこだけなぜか 3DCG になってるんだ。なんでですか？わからん。ピアノを弾く指の滑らかさを演出したくて CG にしたのかもしれないけど、無駄にヌルヌルで違和感しかないよ。意味わかんないですね。この作品の最後の方のシーンで逃げてた敵が次元大介の前に現れて一騎打ちみたいになるシーンがあるんだ。ほほう、敵さん強いんですか？政治家なんだけど、元特殊部隊って取ってつけたような設定があるんだ。一騎打ちさせるための設定ですね。これで作中で彼が戦うシーンだったり、強さがわかるようなシーンがあればいいんだけどほとんどない。しかも、敵は怪我した状態でボロボロ。結果見えてるじゃないですか。なんかわざわざ次元大介の前に現れといてあっさりやられちゃうし、何の緊張感も面白みもない一騎打ちシーンだったよ。なんか、作品全体でこんな感じで拍子抜けする感じの展開ばっかりなんですね。あとあと U さん、気になってたんですけど、爆弾仕掛けられてた女の子と次元の関係性って昔の恋人の娘ってだけですか？とっくに別れた女の、しかも自分の娘じゃない子供を守るためだね。このあたりは次元大介らしいのかもしれないけど、逆に次元大介の実の娘かもしれない、みたいな展開だった方が絶対話は膨らんだと思うんだよ。量子コンピューターだの人工知能だのアメリカ政府の陰謀だのより、そっちの展開の方が見たかったですー。